古典派のビトビンのソナタお届けいたしまもす。Thank you.
十分拍を伸ばす。そなたとは鳴り響くという意味であるが、一度に全楽章を弾くのは実に集中を要するんだよ皆様。先生もミスや間違いがあるけれど、得意分野があって当たり前なんです。この曲は少し難しいわ、弾きにくいわという曲は先生でもあるんです。諦めずにネバネバギー、楽譜とにらめっこなのだ。にらめっこしましょう。アップップ笑うと負けよ。アップップ。それではまた明日もこうご期待。